あーえっとインターネットの方々、えー、こんにちは、えー、こんばんは、えー、消えちゃったけど大丈夫なのこれ大丈夫ですかね見てんのかな,のは,ないはいはいインターネットは問題ないということでおはようございますえー、っとですねあの二月の三、えー、月の二十六日からかな三月の二十六日からえ 25日から30日まで、えー、と感謝と賛美とリバイバルキャンプがロスで行われます。どうぞ皆さんあのいらっしゃっていただきたいと思います。で今回は、えっと、ベニーヒムの集会に出るということだったんですがちょうどその時ベニーヒムがいらっしゃらないんですよね。それで、えっと、それはこのキャンセルということになりました。えっとそれとともにですね あのチャーチオンザイエの祈祷チャッペであの祈るということだったんですけど快く、ねえー、と祈らせてくださるということだったんですが、えー、泥棒が入ったんですねそこにね。でその結果ですね、まあ、そこはしばらく閉鎖ということになりましてですね、えー、と他のところだったら使わせてくださるということなんですが、まあ、他のところだとあんまし意味がないのですねで今回は、えー、そこは使わないことになりましたしかし大川先生が来てくださってね面接をしてくださいます。 それから何と言ってもマーリン・キャロラーズさんがねメッセージをしてくださいますよね。えー、とそれとともにボネイ・ブレアハウスねあ,のあずさ利害場のポイントのところでの,あの祈り込みをすることができますしそれからどうぞ皆さんね、えー、とサンビチームの方々ですね、えー、とハリウッドでえ路上ライブができます。このハリウッドの路上ライブっていうのは面白いんですね何かというとステータスシンボルなんですね。ハリウッドでやったって言ったらみんな驚くんですよね。 でも勝手に道路に立って自分たちで歌っただけなんですけど <laughs> でもんかステータスシンボルになるということでねえそれとともにあのスティーブさんが来ていろいろ見てください,います特別な見心があると思いますねこれで終わらないでしょうねプロデューサーとかいろんな方々が向こうの後ろにいますねですから音楽の働きもあの発展していくということを非常に強く思いますでどうぞあの皆さんいらっしゃってください。 特別なあの種の恵みがあのそこにあるということですよね。えっと、それとともにですね。えっとまあ、あのお金がなかったり、あの、えー、暇が取れなかったりっていう方もいらっしゃると思うんですが、御心を感じるならね。あるいは願いがあるなら願いっていうのはですね。御心の場合が多いんですね。ですから、えっと全てが御心とは言いませんよ。いいですか？あの祈ってくださいそうしますとですね。御心ならば奇跡が起こってきます。 そしてですねあの、えー、っと覇権というのはね奇跡を見るんですね私も信じられないことをこのいろんなとこであの見てきましたもうまさに主が生きて働いておられるっていうねそれをこう見てきたんですねであの面白かったのは、えーっとまあ、たまたま思い出したのでもう次には思い出さないかもしれませんのでね <laughs> <laughs> それはですねあの発見が最初に始まったのは長崎から始まったんですねそれで3番目の長崎の発見の時チームメンバー確か7人いたんですねそしたらですね予言を通してこうやったんですね「これは結婚のチームであると」と、ね、向こう行って黙想してくるんだけどでも結婚のチームである、ね、そしてみんな,みんなが、ね「バカなことあるか?」みたいなねことを言ってたんですね、うん、そしたら直後、ね、木原ご夫妻が結婚されて。 それから岡丸さんが結婚されて森田君が結婚されて7人中5名結婚されたんですねでその時にねあのびっくりしましたね「あ主の言葉って本当なんだ」ってやっぱり特別なその場合はねちょっと普通でない特別な言葉がなかったんですよね。そうしましたらですね某牧師なんですけどあのね某牧師なんですけど予言があったんですね。 それは何かというと、えー、っとアメリカのチームだったんですがね、このチームの中に小山、えー、さんがいらっしゃると、こう言ったんですね。だから誰かなみたいな思うんですね。そしてボウボクシーに言わないで、ボウボクシーに言ったら意識しちゃうし、ねあの逆にその言葉に縛られても困りますのでね。そしてですね、我々シランカーでこう言ったんですね。そしたらですね、不可能かと思ったボウボクシーの。 やっぱり時ですね神の言葉ですね神の言葉は不可能を打ち破るんですねいやその中にいらっしゃったんですね素晴らしい方がですねで素晴らしい方がね本当に十字架にかかる判断をしてございましてですね <laughs> まさに十字架にかかってくださってですねでその時そうなんですねそしてあの派遣の中ではいろんなこう神の技を見ます。 あの行ける神の技ですね。もちろん教会の中でも見るんですけども、それ以上になんか顕著に現れてくるっていうのを見ますよね。ですから皆さんね行かれる方は期待しつ,つね。そしてあのいらっしゃっていただきたいとこういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思います。えっと第一ヨハネの五章四節なんですけどこう言っております。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。 でここで神によって生まれたものっていうのは皆さんもご承知のように神様を信じたものクリスチャンですよね神の子で神の子である私たちは「世に勝つ」とここ書いてあるのですねそしてですね「皆」って書いてありますねですから私たちは皆世に勝つのですであのこれはあの素晴らしい言葉ですねというのはあの私たちは十字架を信じたので皆罪が許されるわけですね悔や改めではね それで永遠の命が与えられます。もこれが素晴らしい祝福ですよね。それだけではなくて、ま、た世の問題において勝って書いてあるわけですよね。だからあの祝福ですよね。あの例えば大学受験で東大に入ったら嬉しいと思いますよね。うわーっとね東大だぞーみたいなね。 <laughs> お前観音崎じゃないかとかね <laughs> あれるかもしれませんけど <laughs> やっぱりあの最高の喜びは来るというふうに思いますが皆さんそれをはるかに勝る信じる喜びっていうのはですね大変なものですよね。そしてですね永遠の命だけではなくて皆さんが直面しているいろんな事柄に対して勝利を主を与えてくださるというふうに言ってるのですね皆さん勝利なのです。えっとね勝利が決まってる人生っていうのはいいですね。 処理が決まってないと不安でしょ。皆さん。ね、今日の夜だって、日本がオランダに勝つかどうかわかんないですよね。<laughs> オランダなんぞなんて思ってましたよ。危ないですね。これね不安が残りますよね。でも皆さんね。決まってればね。だって、もう台湾に勝っちゃったからね。台湾に勝っちゃったから、もう心配しないでしょね。体温買っちゃったんだから、もう決まっちゃったんだから、それと同じように私たちは世に勝つのですね。 ところが全ての人が世に勝ったのを見てないのですよねこれどうしたことかあの神の言葉は正しいのでいいですか正しいので神の言葉に間違いがないのですねでも勝利を取ってないとでその後ろに条件があるからですこれ条件を果たさないといけないとあの条件を果たすっていうのは重要ですよいいですか皆さんねでそのことの金に関してはこう書いてあるわけですね 私たちの信仰をこれこそ世に打ち勝った勝利です。これは何かっていうと細かく言うと信仰を使うことによって勝利が来るっていうことを言ってるのです。ですから、えっと、クリスチャンの中で勝利を取ってる人と勝利が取ってない人が分かれるのはいわゆる信仰を使っている人と使っていない人に分かれるっていうことを言ってるのです。だから皆さんが信仰を使うならば 皆さんは勝利をとります。全ての問題において私たちは勝利を見ます。そう書いてある。そして実際これは本当です。しかし皆さんが信仰を使っていないならばあのノンクリスチャンと一緒、ね。神の特別な技と栄光を見ません。で多くのクリスチャンが、えー、っとその勝利を見ていないのは信仰を使わないからです。使わないからですね。 そうするとね。ある方はね。言いそうですね。あの使うほどの信仰がないと。使うほどの信仰がないと。こういうふうに言うかもしれませんね。ところがあるんです。皆さん。あるんです。あの聖書に書いてありますよね。からし、種ほどの信仰があれば、山に動けって言えば山が動くで不可能が可能になるって言ってるんですね。ですからね。からし、種ほどの信仰があれば皆さんは不可能を可能にします。 じゃ、あカラシしネってのは何の象徴かというとね。最も小さいことの象徴です。ね、あの皆さんね。あのこの中であの結構ね。手あげちゃうから困るんですけど、自分がね。この中にいて一番信仰がちっちゃい。と思う人、ちょっと手あげてみてください。ああ、何かあげてきましたよね。ね、これ10人ぐらいいますよね。である？教会で言ったら78割あげちゃって。 そしてね、やっぱり問題があったんで、牧師が上げた、こうやって <laughs> いや。牧師はね、職業から上げちゃいけないのですよ、皆さん。お分かりになりますか、皆さん。牧師は絶対上げちゃいけないんですよ、皆さん。そうすると、神道が見て、ほら、この牧師、この中で一番信仰がない人だってね、それが喋ってるみたいな、あの職,業がない職業的良心ってのがありますか皆さん <laughs>、ね。牧師はそう思ったって絶対上げちゃいけない。<laughs> で その信仰でも使えば技が起こるのですねだ信仰が大きいから技が起こるのでも小さいから技が起こらないんでもないんですね使うから技が起こり使わないから技が起こらないのですで使うならどのような小さな信仰においても神の栄光が表されるということをね覚えておいてくださいそれでじゃあ信仰を使うっていうことはどういうことかっていう言葉に関してこの間学んだんですねえプラス えー、それに付け加える今日はメッセージなんですけど付け加えるところまで行くとみんな疲れ果ててるんですね <laughs> まあでも順序がありますのでねじゃあ信仰を使うっていうのはどういうことかっていうとまず皆さん祈るということです。あの祈るじゃないですよね祈る祈るあの祈る時にうわが起こります。 私ね祈りが与えられたことは祝福でしたね。あの自分でね実際以上考えるんですね。祈りでねどのぐらい与えられたかなと。おそらくね私えっとね億を超える価値をもらいましたよね。だってそうでしょう例えばベニー君の脳障害なんて治んないんだからね。 どんな医学をねビル・ゲイツのね全財産使ったって治んないんだからそれみんな治っちゃってるでしょで私の妻はね精神病なんだからねそして治らない精神病だったのは解放されちゃって治っちゃったでしょねそして私の病気だっても治っちゃったでしょそしていろんなことを考えてみるとね私すごい得しましたよね得しました で皆さんね祈り祈りですそしてね、えー、と祈る時に信仰を使いますから神の技が起こるんですが祈り始めるとね皆様ご承知のようにですね試しを受けるんですねまともなクリスチャンは試しを受けます、ね、試しっていうのは何かっていうと祈ったって答えが来ない、ね、いくら祈ったってもっと悪いことが起こっちゃうこういうことになるんですねで 皆さんは必ず試しが受けます、ね、試しは正しいクリスチャンの印です試しがないなら皆さんは信仰はありませんね信仰はがなければた試さなくたっていいんだからそうですねそうしますとねここでえー、っとね不信行病が出てくるんですね多くの方々にえー、っと風邪に症状があるように不信行にも症状がありますね そして不信行病の,あの症状はまず何が出てくるかっていうとね期待しないあの祈りに対して期待しないんですね。あ祈ったっても駄だ、ね、祈ったって一体何なんだろう、ね、祈ったってしょうがないなってね。あのー、で皆さんねそうなってんならね、えー、っと不信仰病7度5分 <laughs> そして皆さんね期待しない人には技が起こらない。 だ、気をつけてください。あの祈りは期待できるんですね。私に最善が起こる皆さんに最善が起こるということを期待するんです。祈りっては？あの祈りってうのはね。神様は何とかしてください。っていうのが祈りじゃないです、期待することが祈りないのです。ですから、えー、っとこの期待を奪われている人は悔い。改めて期待を取り戻してください。そして、さらに。 祈って、ね、なかなか答えられなかったりもっと悪いことが起こったりするとね祈らなくなります。もう祈りやめたっていう人もいますしもう自然に祈らなくなる、ね。そうなった時にすでに神の勝利はとどまります。信仰を用いないとダメだから信仰を用いるんですねあの具体的にですね。で次に感謝をする。 あの感謝をするっていうのはいいですね。クリスさンの寄り道っていうのはね出てますけど、えー、っとやっぱり素晴らしい証がたくさんありますね。で私はあの日本のキリスト教会長いですからああいうのはめったにないんだよで、でまさに主の奇跡が起こってるっていうことを。それとともにあのああのリバイバルが始まってるなっていうことをね思いますね。具体的にね。 そして問題とか困難病気でもそうですが起こりますとね全て感謝しなさいだから我々は感謝しますどうして感謝するかというと問題とか困難その悪いことのと見える後ろに神の素晴らしい計画があるからですでその素晴らしい計画が次々と起こってるでしょうですねで皆さんね感謝を知ってることは大きいですよねで私はですねあの感謝を知っているクリスチャンと知らないクリスチャン大きな差があると思います 自自分自身が感謝を知らない時代だって全然違いますもん全然違いますであのこの神の御言葉の力っていうのはすごいですねで悪いと思ったことがその後ろにある神の栄光が次々と現れてくるってことが起こっちゃうわけですねそしてですねまた感謝をし始めると、まあ、信仰を使うことですから素晴らしいことなんですがまたここで試しが来るんですねもう試しは確実に来ますね そうすると何かというとね感謝したり悪いことが起こっちゃったりねいくら感謝しても何も起こんなかったりするわけですね。そうするとね不信仰でえと何かというとね感謝したっても駄だと感謝かったるいなとねこうなってくるわけですね。でも皆さねそうなっていたらもうね駄目なんです皆さんこれ食いはだめください。 信仰ですそしてねさらに更新しますとやめちゃう、ね、でこうなったらね神の奇跡は起こりませんいいですか祈り続けるんです感謝し続けるんです祈り切るのですでそしてですね次に、えー、と聞き従うとで聞き従うと神の 計画が現れますよ、ね、でこうです。ね、試されじゃんですね皆さんね。で聞きたがって神の栄光が現れたらいいんだけど悪いことが起こったりなんかすると。これですね。で私ねえー、っとクリスチャンの最初の頃を献身したじゃないですか。そしてね病気の時あの分かったんですね。 何がかかったのと後年私はねいろんなところに行ってすごく忙しくなるあの病気の真ん中で私はねわかりました具体的にねところがですねいくらたってもそうならないいくらたってもそうならないいくらたってもそうならないで,で揺らがされてくるんです、ね、それで手言われたんですね「神学を作りなさい」たくさんの牧師とか宣教師が出てくると。 でやってきたんですねそしたら生徒はあの進学校来て寝てるだけ <laughs> それでいくら経っても教会がたってこないとそしたら再手術牧師が来てね私に言うんですよあの徴用義牧師のお母さんね「あなたこんな進学生作ってどうするつもりこの人たちの働く場所をどうするつもりですか!」言ってねまたついでに言ってきたんです、ねあのうん、私の教団に入りなさいと。<laughs> たくくさん働く場所があると <laughs>、ね、<laughs> そしたら張陽義牧師と今頃仲良かったかもしれませんよね <laughs>。揺るがされるんです皆さん。揺るがされるんです。そうするとねあ聞き従いなんて無駄なんじゃないかと思うんですね。でそれはもう皆さんね試されてるんです。試されてるんです。そしてね放棄しちゃうんです。これですね。 でも皆さんねこれねサインをまで全うするってことはすごいあの重要な意味合いを持ちます。えー、っとこの間誰かが驚いてましたね。誰が驚いてたかは忘れちゃいましたけどベンジャミンさんだったかな他の人だったかなあの,あの話ですよね。で私が数えきれないぐらいに飛行機に乗るようになるって話。一回も乗ったことがなくてね。 そして主が言われてあの従ったら数えきれないぐらい飛行機に乗ったのですねそしてねおそらく今は1,000回を超えて1,500回に届いてるか届いてないかでしょうねでそれを聞いてびっくりしたの「えっ!」ってそ,そんなにーってねで私もびっくりしましたよ <laughs> でま,あまあまさに主が語られた時にはちょっとレベルの違うことが起こってきますよねこの皆さんね。 途中でやめちゃう信仰になってでどうぞ皆さんね試された時に神の言葉に立ってくださいで神に立つのですそれとともにねえっとねクリスチャンはね希望を見ないといけないのですで見る時にえっとね注意しないといけないんですね 我々は本能的に問題とか困難が起こりますと病気でもそうですが問題困難の中に希望を見出そうとします。まあこれは自然現象なのでそれはもう当然なのですね。問題困難の中に希望を見出そうとしますね。でもねあの不可能だったら問題でしょう。ねそれまたこう動きますよね。すごく混乱するじゃないですか。ジットコースターのようにだーっとこうこうなるのですよね。 でえっと、実はねクリスチャンはね問題の中に希望を見るんじゃないんですいいですか、まあ、本能的に見,見ちゃったとしてもねあのね言葉の中に希望を見るんですだから皆さん間違いないでください言葉の中に希望を見るんですその希望は緩みません、ね、例えば、えっと、私の息子がベニヤミン君が脳障害で 宣告受けましたね一生治らないってね一生知能は発達しないと、えー、一人で生きてはいけないって宣告を受けましたねお医者さんは親切で言ってくれたんですね、えー、っと医学的な現実を言ってくださいましたねでその時にもう現実の中には治るってうは全くないわけですねでもね皆さんね私ねそこに希望を見てませんでしたが病気で治らないっていうことを見てませんでしたから私は何を見てたのかというと神のことも見たんですで感謝しなさいでしょ どうして感謝するか紅君という脳障害という病気の人に神の素晴らしい計画があるって言ってるわけですよね。そうするとね三言葉を通して素晴らしい計画が見えてくるわけですよ。ねだから素晴らしい計画だから二つだと思ったんですね。治るか病気であって栄光を表らしてる人がいるじゃないですか。ね、すごく。ああなるんだなってね。どっちかだなだからまあどっちでもいいやと思ったんですね。<laughs> あのななぜらら最善だから ね、要するに感謝の後ろにあるのは最善なんです皆さん事前でも三千でもないんです最善が起こるぞっていうことなんですねでどうして私は希望を見たのかっていうと見言葉を通して希望を見たのです言葉を通してねで私の,あの病気があ,のあって長生きしないって言われた時にねお医者さんは正直に言ってくださいましたねでも皆さんね私はそんなこと思ってないのです私はですね あの祈って癒すって言葉をいただいたんでだから、ね、あ癒されるんだなと思ってましたでそこに希望を持ってたのです皆さんだから皆さん、ね、希望の持ちところを間違えないように神の言葉です神の約束ですで示されたらそれ示されなかったらあの何でも適用できるのがあるわけですねそれは感謝が適用できるでしょ悪いことの後緒に神の計画があると。 それから皆に頼るなら失望することはないって言ってるから皆に頼んないといけないんですね。にに頼頼るるるとといのののはは神様言言葉葉なな失望することはないとこの言葉があるんですですから皆さんねまあたった2つの言葉しか言ってませんがまだたくさんの言葉がありますが皆さんが困難とか問題に行った時これは聞きます、まあ、聞きますって言ったらね薬みたいですよね。あのでも皆さんねあのこの,あの言葉はね適応できるのです皆さん。 その他の他いろんなことからにこう適でできるんですねで希望は皆さん目の前に起こることでもあるいはえ現実に皆さんが見えることの中でもなく神の言葉の中に希望があるんですね。この神の言葉に希望を持つのです。神の言葉の希望は揺るがないのです。神の言葉の希望は確かな希望なのですね。で皆さんその希望の中でちゃんと言ってるんです。解決を皆さんのことを言ってるんですね。 でこれが、えー、と序文な,、ね、なんていうとね、まあ、一斉に皆さんの顔が疲れたような感じですね。<laughs> いやよく思いますよねだから3回目りゃ疲れると思うんですが3回寝てるのにどうして疲れてるのかなという人も <laughs> <あの> <laughs> ですよね <laughs>、えー、そしてそれが一つあのポイントなんですね。 それとともにです、ねえー、と次の段階なんですが信仰の究極はねからし種の信仰なんですからし種の信仰を使った時に必ずそうなるって書いてあるんですで山が動くって言ってるわけですねでこれはねからし種の信仰に関して前に、ね、あの学びましたがどういう信仰かというといいですか見心ならば 受けたと信じるのです。これです。そうすると必ずそうなると。あのこれはね、例えばベ、えー、ニー君の癒しもこのあの信仰の対応です。祈ってその場で癒されたってんじゃないんですねで。私の病気もこの信仰の対応です。これですね。 でえー、これはですね実は基本的な、えー、っとそしてですね、えー、っと皆さんの場合でもね基本的な事柄をしながらこの対応を成すときに皆さんね奇跡を見ますね、えー、技を見ますあの勝利を見ますえー、っとね早めに皆さんの問題とか病気の勝利を取っておいてください。 ね、なぜそういう、いうのかというとね、器が少ないって言ってるんでしょね、皆さんね、器なのです。ね。ある、ある方は海外選挙の器。ある方は賛美の器。ある方は癒しの器。ある方はメッセージの器。ある方は眠りの器。<laughs> ね、皆さん、器なのですね。<laughs> あの、器なんですね。でね。あの、器っていうのはね。何かっていうとね。 より厳しい問題の中に入っていくのですね。でそれで勝利を取っていくっていうわけでしょ。だから今ね皆さんの前に起こってるのはね練習問題あの。練習問題に関して,はあのしてはつらいななんて思ってる人がいるかもしれませんが皆さんこれねあの解けるのです。これはですね勝利を取るのです。で主は話それを勝利を与えてそしてね リバイバルとか週末の大きな働きの中に私たちを導こうとしています。あのあの今見てくれでしょう。えー、っとねあのカミが日本でね832の教会ができるって言ったんです、ね、今120ぐらいですよね。 これ、ね、予想外だったんですねなぜ予想外だったのかというとねリバイバルが起こって8 3 2は軽いなと思ってたんですがリバイバルが起こる前に120も来てるっていうのはねこれちょっとびっくりしましたよね。でね皆さんねちょっと見ておいてください。どういうふうにして境界形成をなされていというかそれからね巨大な境界になるっていうでしょ巨大な境界になるとは困りますよねあの。だからレイヤーするにしてもね眠って一瞬分かんなくなる。 <laughs> 一体誰が眠ってるのかもうもう当てずっぽうですね信仰ですよね「くしくん」とかね <laughs> <う>信仰 <laughs> 信仰 <laughs> 信仰でね大体 <laughs> いい当たる人だけやるみたいなね <laughs> あのそういうような感じですよねで皆さんねえとこれから神の技が起こりますからどういうふうに起こるかね見といてください皆さんね見といてください。 そしてね皆さんを通してこれからです皆さんねえっと神の祝福が洗えるのは今まで祝福されてるでしょもっとこれから現れますね皆さんはですね祝福を他の人に分けていくのですこれが宣教ですね祝福を他の人にくらあの広げていくのですこれがリバイバルです皆さんですねで我々が祝福されないでリバイバルが起こるわけなありませんとたくさんの人が救われ癒され解放され幸せになってしかし私は落ち込んでいるえなんて人生は暗いんだろうと 私の思うにはかからないとこの苦しみどうかしてくれみたいなね <laughs> 皆さんそれあのそういうことじゃないんですねリバイバルがあの起こるっていうのはやはり私に大きなその主の恵みやきそれが広がっていくということですよねそしてですね悲しいなで,すでえっとで皆さんにね しのの信仰適用をお勧めいたします今皆さんが直面していることとか問題とかにおいてですね直面していることねでえっといろんな形がありますが主に二通りに見れますからしだれの信仰の適,適用ですね。えー、例えば、えっと、適用する時にですね告白が一つ大きなポイントとなります。 でこれは受けたと信じる告白ですから実際上その状況を現れてないんですねでも告白するんです例えば、えっと、私が病気の時に祈りました、ね、そしたらね主が教えてくださいました治るって。 もちろんあの直接言葉で語られることも思いで来ることもあるし説理的に見ながらあ主がそう語ってるんだなとこちら側で類推することもありますいいですかいろんな形ですただ本当に言葉が来る場合もあるし言葉でなくて分かる場合もありますねそのことを言ってますだから言葉じゃなくちゃいけないって言ってるんじゃないんですねいいですか説理なんてそうでしょこちらがそれを見てああこういう見心持ってんだなって類推するわけですよね でえっと、私は祈りの中で治るって言われたんですねところがね私は病気なんですねでこれはね会社の信仰を適用しないといけないと枯れ下の信仰っていうのは受けたという信仰でしょう見心なのは見心は治るんだからねだから治ったって信仰ですよ、ね、じゃあ治ったって信仰をどう表したらいいかと治ったらね私はあのえー よく聞かれましたから「お体どうですか?」って「大丈夫ですか?」とかねそういうふうに言われるわけですねだから治ったんだから言うことは一つですよね「治りました」ってあるいは「大丈夫ですか?」って言うのは健康です」って言うわけですよねだからね言い始めたら「大丈夫です」ね「治りました」ってそしたら向こうの人はムカッとした顔をするんですねやっぱりねそんな言い方って失礼なんだけどでも信仰的に言うならね相手に合わせたら不信感になります皆さん ね、そしたらどうなっちゃったかって入院ですよ皆さん入院して点滴に、ね、つながれちゃってでお見舞いに来るわけですよねそれで「空見たかことか」みたいな顔してねお見舞いが来てね「言うんですね大丈夫ですか?」って「大変でしょ」ってってねだから言うんです、ね「治りました」って言ったねそれで「何だお前」<laughs> 点滴につながれてるくせに <laughs>、ねあの「血吐いて入院したのはお前だろ死にそうな顔してるじゃないか」みたいな顔するんだけどこっちは治りましたっていうのですね。 でこれは何かっていうとね信仰の運用信仰を働かせてたんです皆さん信仰を働かせてたんです告白です皆さん告白ですであのこのことは実はですねなぜなら神の働きは信仰を働かせることによって起こるんですだから皆さんが信仰を働かせないと神の働きはないのですねそしたら治っちゃった ね、乗たもう朝から3回寝てる方がいらっしゃいますけど私はですねやっぱりあの出てくるんですね皆さんね「大川先生なんてびっくりしますよ」ねあのー、健康ですねってねでもね大川先生は治った後を知ってるんですね。とか、ね、石川浩人先生はね私の倒れた時を知ってますからね、あのー、病気の時も知ってますからね。 ですからねまたねだいぶ違うと思いますね具体的に皆さん登っちゃったのですよこの時ね働かせる働かせる働かせる例えば、えっと、日本中に教会ができるって示されたんですね教会1個だけだったんですけどねでバッかばっ行っていきました告白ですよだから私行ったんですね私はやがて、えー、夏は北海道に行くようになり冬は九州に行くようになると。 それでみんなね「ええええええとって笑ってましたね「そんなバカなこと起こるか」ってね想像して言ってなって言ってましたねでもね私はねでたらめ言ってたんじゃないんです私は示しを受けたと,と受け取って告白してたんですそしたら皆さんね夏でも冬でも北海道沖縄でしょそれを超えてオーストラリアアメリカねヨーロッパアフリカですよ皆さんちょっと私の進行弱かったかなと思いましたねあの具体的にね 皆さん告白あのねちょっとね主の自で、あで不自由だなとね残念だなと思うのは「大口叩き」って言われる人がいないあの本当の大口叩きはま,まずいんですよ <laughs> ちゃんと見言葉に立った大口叩きね示しに立った大口叩きですね信仰の告白です皆さんそしてねこれが実はね神の畑に影響をするって言ってるんです皆さん だから言ってるわけですね。働く。働く。だから皆さんの問題が起こったときね、ああ、私の問題もこう解決しないってね。まあそれはそう,そうでしょう、皆さん。ね。今不況なんだから、そんな方に問題は解決しませんよ。それは事実でしょう。でも皆さんね、これはね、神の働きをとどめる言葉なのです。で、御言この約束はそんなこと言ってません。皆に頼るのは。 失望ししないんでしょだから逆に言わないといけないんですね「あ,あ私はねあの失望しない結果をこの中で見ます」とね「あ,あ私は大変もうこうなってあ,あなって、えー、もうこの後はですね橋の下だ」とね土地取ったら年金も崩壊してるからね <laughs> もう <laughs> 年金制度も崩壊し,ちゃっしたって言ってるからねあのホームレスの飢え死にな」みたいなね <laughs> あのそれは不安でしょうね で皆さん、ね、やめてください不安の信仰の適応は不安の力をあの不,安不安の信仰を使うことはやめてください皆さんねおねよく怒ってきちゃったりするわけですよ私ねあの偶然ではないと思いますよね私病院の中にいる時に結構死ぬ死ぬって言ってた人ね死んでんですよね でもね、死なないぞって言った人はね、結構生きてるんですよね。まあ、根拠はないことだと思いますよ。ね、主に言われて死なないって言ったら死なれませんけどね。主に言われないで、あの、あの、そういうことを言ってるんだけど。でも、やっぱり、ちょっとね、そういう適応っていうのは、ちょっとあるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。で、皆さんね、変なことを口走っちゃいけません。あの、変なことを口走ってるっていうのは、御言葉を通して物事を見て。 合格する必要があります。え、それが皆さんね、解決の大きなポイントだからです。解決の大きなポイントだからです。えっと、もう終わりますね。あの、お腹が空きましたから。で、もう一つはね、えー、っと、進行を受けたという対応を取る。っていうことですね。まあ、いろんな事柄によって違いますね。例えば。えー、っと。 シャロム教会で聞いたことあります、ね、開拓を始めた時あの稲福牧師ですよねあれね稲福牧師が、えー、っと賛美チームができるっていうビジョンを持って誰もいないのに次々と楽器を用意してたと、ね、やがてこれをみんなが弾くようになるってこれを受けたという信仰ですよねそしたら弾くようになったと、ね、受けたという信仰を表す。 例えばベニ君の時はねもちろん癒されるっていうんでそういうふうな告白をしてそしてね主に言われたんですね「癒しを見せろ」ってこれから癒されるからあの教会の人に見せろってで私ね見せに行ったんですね紅くんの病状お医者さんで言われたのをそのまま言ってこれは治りませんってしかし治りますから見てくださいってねこれは何かっていうと信仰のようなんです受けたからもう治ってるからねそしたらね最大の危機が来たって皆さん言ったでしょ 何が最大の危機かってった弱いところを疲れたんですよ私ね紅く君の病気は特別な病気だから月々3万円の補助金が出るんですよねそれを申請しろって言われたんですねもうかったとだって月々3万円で1年で36万円で10年で360万円で <laughs>、ね、皆さん計算してみてくださいねっ助かったと思った瞬間にね 言われたんですよね「あなたは詐欺をしてると」ね「いや詐欺じゃないでしょ」「ちゃんとペニアは病気でしょ」とねそれじゃ主が言われて「あなたは治ったことを知ってるんでしょ」「知ってますけど信仰で知ってて実際あのあ頭に穴が開いてるでしょ」と、ね「でもあなたは本当は知ってるんでしょ」と「知ってるのにやるなら詐欺です」って言われたんですね無視して。<laughs> ね、だってお医者さんが勧めるんだから、ね、行こうとしてで登録しようとしたら精霊に言われたんですねすぐ役、えー、所の方のところ行って登録したら何ですかって言った瞬間に言われたんですね精霊にねもしねこれを出しちゃうと病気であることの信仰の歩みになると紅が病気であることを私が信仰的に認めたことになるとそうなるとこれはね治らないってでそれで、ね「ああああああ マーレーにしてね。あのあ、そこは人生の底でしたね。はあがっかりしてですね。せっかく36万円。で、この時受けたという信仰の適用なんです。で、皆さんね。皆さんの問題に対して根拠が必要ですよ。示された言葉にしろ、神様の約束の言葉にしろ、神の言葉っていう土台を通して見るんです。 いいですかその場合感謝とかね皆に耐えるものは失望することはないっていうのは何でも使いますからそれで見るんです皆さんそしてね告白告白するとで使うでこれは次の段階の信仰のことを言ってるんですで奇跡が起こるっていうでしょ死人も蘇ってきます、ね、とうとう頭にきたか。 思うかもしれませんけどまあ急に言ってるわけじゃないからねまあ昔から頭に来たかと思ってると思いますよね <laughs> あの常にそうだから私言われてるのはここ340年そういうふうに言われてますのでですねあの <laughs> で皆さんね実際上の働きがね大きく起こってきます具体的にねで信仰を働かせる信仰を働かせるってことが重要ですそして今皆さんに許されてることに適応しといてください。 あのこれは意味があって許されてきますねで主はそのところを通して主の栄光を表されるということを、ね、覚えておいてくださいお祈りしますテ手スマお人様のうちに豊かに働きサインご用事を見わずしてください、えー、この告白をしっかりとなしていくように主が導いておられる方々がいらっしゃいますこれはえさらにクリスチャン生活を一変させます 何かこう、えー、ある問題があって、えー、もうだめだと思って神様でもだめだと思って非常に不信仰になっている方がいらっしゃいます、えー、これはちゃんと御言葉を土台にして見ておりませんちゃんと御言葉を土台にしてみそれに従うように、えー、主はその中で勝利を語っておられまた従うときに勝利を見ます寺の妻はどど豊かに導き、えー、それから何かこう器に導かれているのは逃げている方がいらっしゃいます えー、この宇都安に導かれているのに逃げている方がいらっしゃいますあと何か、えー、そういうキャンプとかなんかをちょっと避けているのはなんか語られそうな感じがして、えー、そしてですねちょっと逃げている方がいらっしゃるんですがちゃんと逃げないようにそして主の声を聞くようにそして従うときにですね大きな栄光が現されます癒しの祈りをしたいと思いますまず全員で罪の悔い改めの時、これを申したいと思います おのの癒やしのためにお祈りください。寺様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お師人,人の加藤精神ふで癒やしを行い、会を行ってください。イエスキストの皆によって病の力を打ち砕く。こイエスキストの皆によってみず、お師匠の加藤精神か病のようさえ。イエスキストの皆によってお師人,人の加藤精神を癒やされよ、癒やされよ、癒やされよ。癒されよ癒されよ 癒され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 なんか頭がぼーっとして記憶もちょっと、えー、忘れやすくなっている方がいらっしゃいます。それが解放されました鼻がちょっと悪かった方がいらっしゃいます。これが癒されました、えー、胃が悪い方がいらっしゃいます。これが癒されましたエスキストの身によってお人お人の過度性心癒しを宣言する感謝しますイエス様の名前によっておられますアメンどうぞお立ちください あれるや、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 あれ 青木根川くは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わいが、私たちと共に。とこしえにありますように、アメン。<music> はい、お座りください。報告をいたします。今日の第七は、東京カリスマ正解ですので、お間違いなありませんように。感謝と賛美とリバイバルキャンプにいらっしゃってください。 それからベニーヒムの集会にはちょうど月曜日にないということなので行かなくなりましたのでご了承くださいそれから白馬三味大会の四国予選が行われました1位はエクレーシアで四国と北陸とそれから中国は3地域で2枠ということになりますのでその3地域の選抜に進出したということですね山村牧師は自転枠に入りました あと、中部政界、えー、船橋厚木政界があります。あとは、えー、と感謝の選手は四時半より。ハイアット・リージェンシーで、あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。雲の間にある二次出版からお知らせです。マーリン・キャロ・ザーズ氏が選んだ。感謝と賛美と、感謝と賛美の聖句集を販売しております。一冊五百円となっております。ぜひお買い求めになってお持ちくださいますよう、よろしくお願いします。 感謝と賛美とリバイバルキャンプのおシェラですシンガポール航空のお席ですけれども追加して12席を明日11日月曜日の正午まで取ってもらいました明日が最終期限となりますこれを過ぎるとお席料金ともにその都度確認となっていきますえっ、ー、と詳細の方は清浄から流れ出るミッション北米部門までお願いいたします 協会会計からです。えっと2月の会計報告を受け付けのところに置いてありますのでどうぞお持ちください。よろしくお願いします。はい、いいですかね。はい。それではお願いします。これで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。